はい、動画をご視聴の皆さんありがとうございます。リーちゃんです。はい、では今回もダンジョン続き回っていきます。まずは、前回の時に気になる場所というところでここも回っていきます。何もなければ今回も、中はカットしていきます。はい、ここは何もなかったですね。で、ちょっとね、前回気になったのもあったんですけど、スタークが復活していました。で、そしたらデスピサルを倒してるんですけど、そっちはどうなってるのか。なので今回は他に行くところがね、多分ないんで、まあ、あとは一旦デスピサルの行ったところに向かってみます。何これ、デスピサロのところ行かれへんやん。これヘルクラウドのやつやね、カチカチするやつやね。なんやねんこれ。じゃあまあやってみましょう。ちょっと待って、なんか勝手に動いたんやけど。これどっか行くん、これ。ちょっと待って、バーンって、なんやねん、いきなりボス戦かい。これダークドレアムやんな、グラフィックは。まあとりあえず頑張ろう。ちょっと待ってよ、食らいすぎやろ。メラゾーマが500とかなんですけど、どういうこと。やめろ。何これ。クソ強いなこいつ。アリーナ星降る腕装備させて世界中の歯をクリフトに。早っ、やめい。メラゾーマの威力がメラゾーマじゃないぞ。おい、ちょっと待ってよ、早すぎるって展開が。
ちょっとあのメッセージのウィンドウでなんか紫の瞳なんですけど、なんか瞳に変えられたとかって書いてなかった？いやもう意味わからん。てかなんやねんあれ、いきなり出てきたけどさ。え、なにこれ、封印の門なんやねんこれ、封印の門って。あ、さっきのところか、これもしかして。まあちょっと行こうか、もう一回。ああ、やっぱりそうやな。なんやねん、もう意味わからんわ。え、上太陽にして下太陽にしたらバーンが出てきたよね。え、これどっちがどっちだったっけな。とりあえずあの6と同じようにやりたいだけなんやけど。え、ちょっとあかんかん、動き出した。これちょっと待って、え、何よ、上下だけじゃない、ちょ無理やって。またや、ま、ちょいマスタードラゴンってお前倒したかな。しかも神曲やし、また戦わなあかんの。え、弱っ。いや、弱いっていうよりこっちが硬いだけか。あれ、これマスタードラゴン、これ戦ったやつ一緒ちゃうん。硬すぎへん。え？いや、硬すぎるやん。え？え？どういうこと、どういうこと。え、え、なんかちょっと意味わからんねんけど、どういうこと。いや、うっとしい、なんかカウンターやってくれよ。あ、え、なんなんこいつ。なんか強いんやけど、微妙に。
なんかようわからんな。あれ？なんもないな。あれ？なんやねんこれもう。で、これハートやったかな。で、上が太陽か。あれ？何も起こらん。なんやこれ。あれ？うわ、動きだ。あ、ちょっと待って。もう意味わからんねんけど。ゾウ、ザゾウマ来た。いや、これこそ神曲やろ。ゾーマやんか。いったろやないか。うわっで、な、ちょっと待って。何回攻撃してくんの、おのれ。いや、もう、まあいいや。いや、無理やから。なんやの、これ、もう意味わからんわ。いきなりセリフ出てきたからびっくりしたわ。どうしたもんか。困ったな。これレベル上げしかないんじゃん。とりあえず一通り試してみる？これはないな。え？ハート、あー、ハートあるな。これあるんちゃう？うっ！ほら、来た。なんか、いろんなやつ出てくんな。だ、で、無道。ここで無道来るか。しかもこれ、え？神曲の無道やん。え、弱っこいつ。え、ドロルって。え、
まあ、とりあえず倒そうか、こっちから。え、強い、こいつ。え、めっちゃ強いよこのザコ。え、炎風さって。いや、なんかもうなんか懐かしいモンスターばっかり忍ぶけど、毎回呼んでくるな。なんかうざっ、うざっ、やってくるんかよ。ゲハゲハって、ええー、全然当たらんやん。なんやね今度。うざっ。え、馬車いけんの。え、なんかなくなりましたけど。うわ、いや強いな。え、いや、ちょっとそれはやめて。ちょっとマーニャ導入しようか。うわ、うざ。なんかもう全然出てくるやん、めちゃ。なんかもうめんどくさ。メガンテやんの。いや、うざ。なんかめっちゃ来んねんけど。ムーンフェイスってあるパルフンって使ってくれたじゃんけ。危ないぞ。うわ、え、あれ避けた。いや、もうなんかこれは勝てそうな気するけどな。いた、こいつ。え、あ、
毎回仲間呼ぶな、なんか。いや、これトロネコ出しても意味ないしな。ちょっとミネアはメガザル要員で置いとくか。おおってダメじゃん。え、なんかじいさん混乱したんやけど、何やんのこいつ。マダンって打ったらもったいないな。わあ、賢い。いわあ、一撃か。そこ混乱したきついな。げっ、うわっ、津波とかやってくる。強っ。おお、倒した。うざっ、なんか来た。すまん、メガザルを。あー、これちょっとやめよう。危ない危ない。こうしよう。うわっ、うわっ、げっ。いや、え、いや、これ…なんや、こいつら。むちゃくちゃ仕上がるな。もう…ちょっと結論だけ言うと、もう
もうレベル上げるしかないっていうレベルやな。もうそんな話になってきましたね。もう60ぐらいまでレベルちょっと上げていって、それでまあ誰から倒すねんって話なんですけどね。まあちょっと思いつかないですけど、ちょっと倒すっていう感じでいきましょうか。レベル上げようにね、ちょっと清水を買い込んでおきます。はい、では、レベル、そうですね、全員60までは言わないですけど、まあちょっと、まあ、60じゃなくてもいいかもしれんけどね、55ぐらいまで、ちょっと4レベルぐらい上げようかなと思います。また、戦闘シーンはカットしていきます。
チョヨンレベルぐらいこれで上がったんで、まあ、一旦これでまた再戦をねしていこうかなと思います。今回はね一旦これで終わりたいなと思ってるんですけども、まあ、次回どうするかってとこなんですけど、一旦そうですね、黒金ぐらいやったらちょっといけんちゃうかなって思ってるんで、一回ちょっとあの再戦リベンジを行ってみようかなと思います。でね、戦ってる間になるんですけども、トロネコが、熟練度が上がって口笛を覚えました。かなりレベル上げの効率がね上がりましたんで、またあのレベル上げようかっていう時に、かなり、リアルな時間はね短縮できるかなと思います。今回はここで終わります、次回の動画もまた見ていただければと思います。それではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。